ミュンヘン分離派は19世紀末のミュンヘンで始まった芸術運動を有限としィールの一グループ。ウィーン分離派、ベルリン分離派などに先駆けて1892年に結成された。保守的なミュンヘン芸術家組合から分離する形で誕生したため、この名がついている。現在も存在している。ミュンヘン分離派展覧会のポスターパリで設立された。 アンデパン南ン美術協会の影響はヨーロッパ各国に波及し、ミュンヘンでは1892年にフランツ・フォン・シュトックやビルヘルム・トリュブナーらの進歩的な芸術家がミュンヘン造形芸術家協会を結成。分離派と呼ばれ、やがて自ら分離派と称するようになった。官営事業化した展覧会や閉鎖的な旧来の美術機構とは別に彼ら自身の自由な発表の場や、 活動組織を持つことが第一の目的であった。絵画や工芸を中心に活動を展開し、伝統にとらわれない芸術表現を模索した。モダン芸術運動の拡大を標榜し、数々の国際展覧会を開催している。ナチス政権下の弾圧のため1938年に一度解散を余儀なくされるが、第二次世界大戦直後に再結成され現在に至っている。 ウィーン分離派 P17 ありがとうございます。